ラーメンのサンダル現象。今までずっと不思議に思っていながら、未だに解決しない謎がある。それはラーメンに関する謎である。ラーメンの訴求力に関する人間の理性の葛藤に関する謎である。なんて物々しい書き出しになってしまったが、早い話が、ほら、雑誌なんかでラーメン特集などというものをよくやってますね。カラーグラビアで名店のラーメンがアップの大写しでずらりと並んでいる。ラーメン丼の縁ギリギリまで貼られた醤油味のスープ。そのスープの中に漂うがごとく、潜むがごとく見え隠れしている細打ちの縮れ麺。周辺に油の層を一筋走らせた厚切りの焼き豚。醤油色に染まって行儀よく並べられたメンマが5本、おや、端の方にはぐれメンマがもう1本、今乗せたばかりらしい海苔が周辺から湿り始めている。ところを選ばず出没する刻みネギたち。スープの上にキラキラと漂うメダカのコンタクトレンズのような無数の油。立ち上る湯気には寒水の匂いさえ感じられる。こういう写真にじっと見入っていると、急にこうしてはいられぬという気持ちになる。矢も盾もたまらぬという気持ちになって、パタンと雑誌を閉じ、もはや一刻の猶予もならぬとサンダル突っかけて小走りに走って近くのラーメン屋に飛び込んで行きたくなる。ラーメンは数ある麺類の中でもそういう意味では特別の存在で、学術的には麺類、ヤモタテ属、サンダル科、小走り目、飛び込み毛として分類されている。同じ麺類でも、例えば天ぷらそばにはこういう訴求力はない。おかめうどんにもないだろう。おかめうどんが急に食べたくなってサンダル突っかけて走っていくということはまずない。ラーメンほどではないが、天丼やカツ丼には多少こうしたサンダル現象はある。おいしそうに揚がったエビ天の衣に醤油色のつゆがにじんで、いかにも熱そうなご飯の上に乗っかっている写真を見たりすると、思わずサンダルに足が向かう。寿司にも幾分そういうところはあるが、サンダル指数はそれほど高くない。ラーメンだけが持つあの偉大な訴求力は一体何であろうか。まず考えられるのは、我々日本人が持つラーメンに関する情報と経験の豊かさである。我々日本人は子供の頃からラーメンを食べ、その裏も表も知り尽くしている。雑誌のラーメン特集には名店のラーメンがずらりと並んでいるが、これを外人の目から見れば、どれもこれも同じようなただの茶色い食べ物で、どこがどう違うのか理解に苦しむに違いない。上に乗っているメンマも焼き豚もただの茶色い切りくずぐらいにしか見えないに違いない。ところが日本人は、ただの茶色の集団の中から微細な違いを見つけ出すのだ。見つけ出してため息なんかついたりしているのだ。例えばメンマ。写真を見て、この店のメンマは割に筋っぽくて硬そうだとか、こっちのは割にしなやかな煮上がりだと、その味わいから歯触りまで言い当てることができる。一本のメンマに目を留め、うん、このメンマのこの節のところね、縦に走っていた繊維が急にボツボツになるここんとこ、ここんとこばっか多い店ってあるんだよね、と鋭い指摘をする中学生さえいる。この焼き抜きは、焼き豚はもも肉らしいけど、僕はこれ好きじゃない。かといって油ばっかの三枚肉も嫌だな。縁のところに一層だけ油の層が走っている肩ロースの方が一層好きだな。と、専門的な意見を述べる小学生もいる。
この麺は平打ち縮れ麺だからスープがよく絡むという点では秀逸だが、どうもうどんっぽくていけない。やはりこっちの平打ち麺の固ゆでが一番だなとのたまう幼稚園児もいる。いないか。といったように、日本人はことラーメンに関しては子どもの時から学習につく継ぐ学習を重ねてきている。ラーメンの写真を見れば自動的にその写真の丼に手が行き、丼を持ち上げスープをすすっている。その時の手の熱さ、すすり込んだスープの熱さ、スープの香り、押し寄せてくるネギの様子、乾水の香り、飲み込んだスープの喉の奥への衝突感、むせ具合、そうしたものまで手に取るようにわかる。ラーメンの写真を見ていて食べる手順さえ考えてしまう。スープを一口飲んだら、そうだな、この焼き豚を右側に寄せて、そこのところの麺をほじり出して箸でスッスッと持ち上げ、それを口のところに持っていって少しフーフー吹き、それから力強くずっとすすり込み、さらにズズズッと力強くすすり込んで、そしてこうなってはもうどうにもならない、こうしてはいられぬという気持ちになって、ふと気がつくとサンダルを履いて宙を飛んでいたりする。人間の理性なんて他愛ないものだ。こうした日本人のラーメンにおけるサンダル現象は度重なる学習の成果だけであろうか。そうではない。ラーメンは時間の禁忌から解放されているという点も見過ごすことはできない。ラーメンはスナックであるから、どんな時間帯でも食べることができる。午後の4時でも食べようと思えば食べられる。しかし同じサンダル科に属する天丼、カツ丼は、午後の4時にサンダル現象が起きたとしても、夕食のことを考えればついその気持ちが抑制される。つまり発情期がおのずと限定されているのである。そこへ行くとラーメンはのべつ幕なしである。発情いつでも OK。 しかもラーメン屋は至るところにあるから、いつでも発情した人間を解決の方向に向かわせてくれる。とんかつや天ぷら屋は数が極めて少ない。発情してサンダルで駆け出したとしても、一向に店が見つからずヘトヘトになる可能性もある。ようやく店が見つかったとしても、本日休業という可能性もある。